今回はメキシコ戦をプレイしていきましょう。一度負けてる相手ですね、このラウンド2の1戦目ですね。はい、7対5で敗れたわけですよ。ダルビッシュ先発で行ったんだがやられたんだ。ただもうこれ次のラウンド進出は決定してますからね。ファイナルラウンド行くことは決定してますので、まあここで勝てば、ファイナルラウンド1位通過、ラウンド2を1位通過、負ければ2位通過となるわけ。ちなみに別のプールではプエルトリコとアメリカが上がってきてるね。もうこの2チームは次のラウンド進出決定なので、もしも今回ねメキシコに勝って1位通過できれば、このね、プール2の負けた方のチームとファイナルラウンドで対決することになるわけですからね。絶対勝った方がねいいわけですから、やっていきましょうよ。まあプエルトリコもアメリカもどっちも嫌ですけどね、の前にやっぱこのメキシコを破らなければ、個人的にはモヤモヤとした気持ちがあるんでね、絶対にこのチームには負けないように。一度負けてるんでね。で今日の先発は岩隈、君に決めた、任せるよこのマウンド。そして、ベストオーダー内川は相変わらず絶好調か、いいね。でどうしようかな、川崎中島がかなり調子いいんで、今日は中島起用でいいかもしれないな。やっぱ左バッターが多すぎるんだよね、この打線は。この中島を一番下で使うのもったいないし、打順上げて、どこで使おうかな。7番あたりで OK かな。まあ、打ててないからスタメンから外したんだけどね。で、城島、もう一番下で使おう。村田ここで。こういうベストオーダーでいいんじゃないかな。よし。行きましょう！メキシコに勝つ。まあ、前回戦った時、先ほどのね、負けた時のスコア教えましたけど、7対5でしたよね。点はこっちは取ってるので、しっかりと抑えれば勝てるチームなのでね。前回みたいにチャップマン、まあ、チャップマンを攻略したわ。俺たちならいけるでしょう。チャップマン打てて、このメキシコの投手誰かようわからんやつも打てれなかったらもう、ファイナルラウンド行ってもすることは何もないと思うんでね。行くぜ、USA スタジアム。USA じゃないからね、今日はジャパンですから、日本チャチャチャだね。そういうコール一式にしてやるよ。勝つのはこっちだ。3番のエイドリアン・ゴンザレスでしたっけ、あそこ注意だね。まあ大丈夫、こっちもこっちで強いから、いろいろと。ペレス、防御率は 1.59。 ほう、なかなかいいピッチャーっぽいね。サウスポーピッチャー、2試合続けて先発がサウスポーだね。で、イチローン、キャモン、なぜこのイチローで出塁すること。この男が塁に出たら得点に全部つながってるからね、ほとんどがつながってる。この男が出ないことにはこっちのチームは始まらないんで。で、アウト。いきなりピッチャーフライ、しょうもないって感じ。で、2番に青木。この1、2、3がかなりいいと思うわ。よし、来てーす！レッツゴー！まず1本。先頭バッターじゃないけどね。青木が出塁。そして内川。もう前回のヒーローだね。こいつがいなければ、この男がいなければ、キューバに勝てなかったかもしれない。ただ顎がしゃくれてる人じゃねえんだよ。噛みてる顎のしゃくれてる人だ。めちゃくちゃ打つからな。顎しゃくれてるかとか特別なんかも気にならない。打つ方が気になる。それくらい打撃で結果を残している。ここも青木を返すような活躍をしてくれればいいんだが、スリーボール。イエス。ここでカーブボール来るのね。ああ、ボールっぽいが、ゲッツーは、うわー、むずかれたけど。でも今、セカンドも結構ギリギリだったよ。本当にアウトか、ちゃんと見てくれよな。なんか微妙な判定だったような気がするけど。あー、ダメだ。あ、まあ、打てないピッチャーではないわ。見る限りではね。ベストピッチそんなないし、甘い球も来てる。ちょっと焦ったな。内川のあれ、若干ボール臭い球を振っちゃったわけだ。で、このマウンドに立つのはこの岩隈ですから、ちょっとね、岩隈使うのは気が引けるんだけどもね、まあ残ってるピッチャーがまあそんないいのが残ってないので、この岩隈使っていくしかないよね。岩隈はね、ラウンド1の時の韓国戦、1次ラウンドの時投げた時に結構打たれたからさ、ホームランも連発されたしね、それもあってちょっと怖かったんだけど、まあ今日は大丈夫でしょう。ウィー、初球から打ちに来るの？怖いね、君。これが今のプロスピと違うとこだよね。今のプロスピなんてね、もう初球から手出してくることなんてほとんどないよ。うん。ただ追い込まれてから鬼のように打ってくるけどね。うん。昔の、まあ、この年代のプロスピっていうのはね、ほんと初球からブンブン振ってくる。今と真逆のスタイルなんで。
怖い。逆に追い込んだらわりかし三振簡単取れるっていうところあるけどね。はい、これね、追い込んだらこれ落としとけゃグググググバイですわ。はっはっは、これだ。で、出たよ、エイドリアン・ゴンザレス。まあメジャーリーガーだよ。2017年の現在もバリバリのメジャーリーガーですからね。第4回大会にも出てた。この男に前回対決の時にやられたような気がするんだけどな、あまり覚えてないけど。よし、もうこれは簡単。うえい、すげえ。こっちもメジャーリーガー岩村ですからね。あぶねえ。これからメジャーリーガーになる岩熊の球をメジャーリーガーが打ち、そしてメジャーリーガーがボールを取る、レベルの高い大会だね。うん、ただやっぱあの男注意だよ、怖い男だ。いい守備を見せた岩村から始まるところ、カモン。よし来た。あーが、守備シフトがちょっと、ショートがかなりセカンドベースに寄ってたね。普通のやつじゃないでしょ、引っ張りシフトかな、多分そうだね。引っ張り警戒だね、されてたか。うわー、ほら球威のない球来てるよ、これスプリットボールね。今の甘かった、甘かった。あの球威があるんで打てるチャンスは本当にあるんだよな。外のボール、ボールカウント2エンド1。さあ4投目、ナイスカッチ。ミスターフルスイング、あんたには一発打ってもらわないと困るんだよ。よし、来てーす。いけ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 、落ちる落ちる落ちる、レッツゴーレッツゴーレッツゴー、トゥーベストゥーベストゥーベス。期待に応えるミスターフルスイング、ガーッ。よっしゃ、初長打出たぞこの試合で。このチャンスを無駄にしないこと。今日久しぶりのスタメンだね。ずっと川崎ばっか使ってたけど、今日絶好調なんでこの男使っていこう。能力を考えれば余裕で打てるんだけどね。ただちょっと俺が使う場合はなぜか打てなくてスタメンから外したんだよ。1、2塁間の打球は取られてアウト、2アウト。で、男村田。いやもうここちょっといつもな強振で行くとこなんだけど、シングル狙いでね、まず先制点だ。ああ、もう何してるお前、こんな大事な舞台で。ありえねえ、この男何してる、何しに来た、何しにアメリカへ来たんだこの男は。打ち上げるために来たのか、帰れ。はあ、もうあんなクソボール手出すんじゃなかった。ホルヘ・カントゥ、いいね。長打力やばいね、調子悪いの長打力マックスあるよ。パワーありすぎ。タッチアウトだ。はい、アウト。ダメップダメップ、やめとこう。こういうことやると負けるんでね、ちゃんとやりましょう。万が一セーフになったら大変なことだ。最初は変化球できました。ボールカウントワンストライク。基本岩熊の場合は球威のあるフォーク、スライダー、そしてストレート、これくらいしか投げれない。球威のない球いくといっちゃうんでね。あとカーブ、外に逃げるやつね。これもボール限定だけどね、ストライクゾーンに球威のない球がいくと打たれる。いやー、今の取れないか、飛びつく必要なかったような気がする。飛びついたことによって取れなかった、そういうパターンだね。今のは普通に取れたもん、やっちまったもん。かー、ワンアウトからのこっちも長打を許すっていうね、全く同じパターンだよ、こっちの攻撃の時とね。でこっちは点が入らなかったが、あっちは入るみたいな、そんなパターンやめましょうね。よし、はい、三振、2アウト。ヘイユー、帰れ。うわ、3割8分1厘か。ゴンザレス、ゴンザレスだらけじゃねえか。ゴンゴンゴン、うるせえな。まず内に出てきました。ボールカウントノーワン。2球目はどうか。外に決まりました。平行カウント1エンド1。インコース。お前は大したことのないゴンザレスだ。グッバイ。フッフー。4番のゴンザレスを出せ。あんたじゃ無理だ。役不足だ。イエス、カーブキレッキレ。あのゾーンに投げれれば絶対に打たれないと思ってる。あれが打たれれば俺は知らん。うん。責任逃れをするね。そんなのは知りませんと。シャコイア・ジョージマン。おお、お、落ちる落ちる、センター前に落ちるパターンのやつじゃなかったわ。取るのね。おやおや。で、イチロー。頼むぞ。これイチローが本当出れればかなりいいイニングになるんだけど、当てただけじゃダメだろう。んで、ギリギリっていうのもイチローらしいけどね。
さすがのプレーって、これ一郎の走力を褒めるべきだよね。普通の平凡なゴールだから。ね、刺したやつよりも走ってるやつだよ。あれがギリギリになるんだがおかしいだろ。バットは折れたが落ちません。折れ損だね、まさに。最悪だ。バット折れてんの？折れてるね。危ない危ない。かー、このイニング、行きたかったね。城島出て、一郎出て、理想はそれだったよ。ランナーありだ、青木、内川に回したいんだけど、取れそうで取れんな。いや、簡単に凡退しすぎだね。うん、ファーストストライク打っての凡退が目立つ。打てそうな球を打たされているだけだ。まんまと相手の受注にはまってるんだ、俺は。これではメキシコには勝てないぞ。インハイベストピッチ。無反応。見れてないのか見てるのか興味がないのか。はい、三振。変化球でしかなんか三振取れないね。気持ちよさはあまりないけどね。やっぱストレートズバンと決まって三振、一番気持ちよさを感じる瞬間。イチローじゃないけどほぼ生きかける瞬間だね。よし、2アウト。で、こっから打者が2打席目、あ、1番バッター回るわけですからね。2巡目に入るわけだ。初球見送っていきます。ワンストライクです。次の第2球、ベストピッチ144。で、外の変化球スライダー振ってこいよ。はい、三振。イエース。外くるくる回る回るだね。こっちもゼロ。いけてるね。ほんで内川から始まるとこだから、この内川出塁いくよ。ミートもでかい。さっきちょっと焦りだね。追い込まれて焦りから変な球手出したが、これはダメ。内野の頭怖えね。4回球数24球、効率よく抑えられてるよ。まずは見送りました。この球は入りません。ペレス、今日のゲーム打たれたヒットの数が2となっています。ワンアウトになっています。よし、来た。ナイスヒット、ナイスヒット。カモ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 。ちょっと2次ラウンド入ってからね、岩隈じゃないけど稲葉か、あまりヒット出てなかったんだけど、ここへ出たね。よっしゃ、生かすぞこのチャンス。よし、抜ける。パパパパパパーン。レリゴレリゴ。そして先ほど長打の小笠原、ミスターフルスイング、ガッツ。いや、この場面も狙うは長打でしょ。強振の方がいいバッターだ。よし、あった。どうだ、落ちるよね、こんなん絶対落ちるよね、信じて走るよね。え、そういうとこはスタンディング。あ、わわ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 、やばし、やばし。大会2本目、スリーラン先制点。レッツゴー、今日はこれで勝ちに行く。予想以上に伸びたら伸びまくりじゃねえか。最初打った時高く上がった外野フライかなと思ったら、次に、あれ、これもしかして頭超える、いや、頭超えるどころかスタンドインっていうね。すごいことになったこれ。さすがミスターフルスイング。そりゃそんな顔になるわね。あれ行くのみたいな。打った本人がびっくりだよ。行ったね。一番深いところに飛んだんだろうこれ。オッケー。予想外のホームランでの得点だよ。やっぱ強振で行くべきだな、パワーのある選手は。って調子に乗るとこういうことになるからやめておきましょうね。3点取っただけで勝ってはないんだから。ひどいね今のね。うまい人ならあの流れでまたホームランってことができるのかもしれないけど、俺にはできねえ。調子に乗ってるとピッチングの方にも影響しだすからね、やめときましょう。お、甘い。が正面ね。よし、まあ本当でももう今日はこの3点で勝ちに行くよ。これ以上の点はいらない、うん、もう本当打つことを放棄してもいいかもしれない。もう次からもう何もしないっていうつもりで行くつもりね。あくまでも弱くまで行けるとこまで行こう。だこっちがチャンスを作ればまたあっちもチャンスを作るという今日試合展開だからね。最初のチャンス作った時もまんま同じ感じでチャンス作ったもんね。ワンアウトからのツーベース。ここもうわー最悪だ。ヒットだヒットだヒットだ。あ、あ、何してる何してる何してる。もう嫌な予感がするぞこれ。で、ドリアン・ゴンザレスか。その初球ボールになりました。この球は外れています。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、セカンドライナーに終わっています。よし、追い込んだ。いい当たりだったと思いますけどね。いや、フランナーさすがメジャーリーガー。
はい、三振。この三振は大きいぞ。まず一つ。まだ。うわ、ホームラン3本打ちまくりだね。ここまで WBC この大会最多じゃないですか。多分そうだと思う。うちの選手で3本打ってる選手なんていない。まあ、アメリカだったらいるかもしれないけどね。はい、三振、ツーアウト。2者連続ピンチを作ればギアを上げる。マー君じゃないけどすごいピッチングだね、岩隈。まずは変化球、空振りになります。まあ、スイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。はい、残念ながら捉えられませんでした。さあ、4球目。終わり。三振、三者連続。おいおいおい、神ピッチングじゃねえかよ。なんでこれ韓国戦で打たれたのか分かんないくらいのいいピッチングだね。よーし、ただ危ないイニングだったのは事実だ。結果的に三振取れただけでね、怖かったよ。変化球打ちました。ペレス、今日の4回までのピッチング、許したヒットが5本、失点は3となっています。次の2投目、何これ。取って一塁へ。はぁ、なんかジョージまで全く打てなくなってきたな。そしてイチロー。イチローに関してはもうこれずっと調子悪いね。調子良かった時ないもん。うわ、ここも多分こういう仕様だね。うん、多分これ決勝ラウンド行くまでずっと調子悪いと思うよ。そういう仕様になってるわ。あー、お、落ちるんか。悩んだあるんじゃない。惜しい、あっさり終わったわ。一番点を取りやすいとこだったのね、イチロー、青木という感じで。ここで全く今日は出塁できてね。さて5回裏、球数も48球。この球数なら球数制限85球までまだまだありますから、7回は最低でもいけるな。あ、捕まらない限りは。ボール判定。ボールか外れてるかおかしくねえか、ちゃんと見てくれよ。嘘だろ、嘘だろ。またこれツーベースになるんじゃねえか。なるよね。ノーアウトからの出塁、油断してるとすぐこれだ。調子に乗るなって、マジであかんぞって。相手は何かヒット1本きっかけで何かが始まるんだからな。ここもまた3者連続といこう。さっきと同じ展開だね。はい、三振。全く同じだ。まず一つ。リプレイになっちゃってるね。こんな感じでこれからやっていくのかな。よしよしよし。まあ、三振は取れなかったが、ツーアウト。しかし、ランナー三塁に進塁。全部大丈夫。打率2割だからね、つっても相手は。外野前進ないのか。まあ、定位置でいいか。よし、もういけるわ。このバッター、そこ振るんならこれ振るだろ。振って当ててくるのね。当てないで、ノーノーノー。そうじゃない。はい、1、2塁、カーン、調子に乗った結果、打たれるっていうね。舐めるなって言ってんのに。メキシコに点取られたよ、もう。あと、まあでも、2点差あるからね。取れるぞ。よしよしよし、ビッグプレイだ。よく取ったな。高さ的に絶対取れてない高さだと思うんだけどね。取れるもんだ、案外。はあ、でももう油断できないね。もう点も取らないと、ほんと。わかんねえぞ、この試合。だんだん悪い流れに入っていってる。はい、甘い。そんな球は打つがファールだ。うわ、もったいねえ。早かったな、振るの。ほらほらほら、2球スライダーが全部し、なんていうのかな、球威のない、力のない、このストレートも力はないな。アウトだけどね。さて、稲葉からこの3点が始まったとこなんだから、また稲葉でチャンスを作って。きた、落ちる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 、ナイスヒット。全く同じパターンだな。稲葉出塁、岩村出塁でガッツでホームラン。やる、今日はそういうリプレイが多い試合になるね。ここも捉えて。いや、ほんと甘いね。強振で行った方がいいよ。これ、岩村もったいないわ。今、強振で行っとけば確実に外野の頭越えたわ。そして、ミスターフルスイング、アウトコースの球を打ったんだね。ここも狙うよ。ただ、ここはベストピッチ。うわー、追い込まれた。ナイスカット。ナイスカットは飯田が前に飛ばせれー。ハットが精一杯。
ミートちっちゃくなってるからね。よいーす、引っ張りシフト、センキューでございます。抜けてくね、これはね。よし、で、絶好調中島、しかし今日はまだヒットはない。日本はどんな展開に持っていきたいですか。スパーリングポジションにランナーがいるという状況でね、追加点狙えますのでね。はい、さあベンチからのサインはどう出されたんでしょうか。今日3回目のバッターボックスです。抜けない、もう川崎でよかったな、こんなんだったらね。とりあえずもう勝つために守備固め入れていきましょう。これ中島ね、あの前世紀からショートの守備はそんなによろしくない選手なんで、まあ、ちょっと早すぎるような気がするけどもね、打撃で結果残せてないんだから守備の方で、まあ、結果を残せるような選手を出さないとね。はい、中島のとこショート川崎にして、まあそれ以外は特に変えることなくね、うん、とりあえずはこれだ。シャイワクマ頼むぞ。ここはちょっと三者凡退でいこう。マジで今2イニング連続で先頭バッター出塁からのっていうのが続いてるからね。でそれで結果的にさっきのイニングは点が1点入ってる。先頭バッター長打浴びてるからな。ここは1球外します。よし、三振。おお、ちゃっちゃと帰るね。高校球児だ。こういうスピードで帰ってほしいよね、プロ野球も。そしてゴンザレス、9打点、鬼のような活躍だな。はい、まあでも今日は、先はなんとか抑えたんで、三振でね。さあ、次の3球目。どうだアウト。なんか怖かった。てか、あの、雨だけ、ワクマくん取れない。なんかピッチャー取れそうな感じだったけど、全力でスルーしたよね。で、ちょっとこれも守備のタイミングが早かったんだよ。取りに行くね。食らいつくタイミングが。早かったんだけど、なんか取れた判定になってたわ。今のプロスピだとならないはずだ。後ろ抜けてくよ。青木の前に落ちそうだ。それどころか、落としたわ、そのボールも。最悪だ。これが3回目のバッターボックス。次の2投目、今度はカーブを持ってきました。2ストライク。さあ勝負するんでしょうか。イエス、いけた。6回0ね。ただ1人ランナー出ると本当に怖いわ。一発で同点だからね。ここまで人が積み上げたものが全部パーになるから。失点に抑えています。低めを打って点差変わらず2点差、日本がリードしています。第2球はどういく。急にベストピッチ連発しだすようになったぞ。どうだ、抜けるね。よっしゃ、男村田の打球は抜けてゆく。ダイソー送るか。ちょっと待てよ、ダイソーという手もあるが、やっぱ追加点欲しいよね。常に3点差は空いてて欲しいわ。この2点差だと一発、1人ランナー出て一発で同点だからね。ただサード誰守るっていうことになるんだよな、サード。いやー、そういうことを考えればね、サード守る、ま、あーでもどうしよう、あー、いけるな、岩村をサードにしたらいいんだ。ほんで、片岡を、セカンドに使う。うん、これで OK だわ。うん、村田、今日はお疲れ様だわ。これやっぱ点を取りに行くイニングだよ。キャノン。ミート打ちね、ジョージまで。パワーある選手だけど、ここは。ゲッツはやめろよ、本当。あ、言うんじゃなかった。あ、言ったから何かが始まりそうと思ったんだけど、ここは、まあよかった、ゲッツじゃなくて。なんかフラグ立ってたんでね、いろいろと。一郎頼むぞ、せっかくダイソー送ったイニング、無駄にはできんだろう。どうだー、これはゲッツだーと思ったんだけど、一郎の足が勝ったね。バット取られてるし。最悪じゃねえか、ランナー入れ替わっただっかい。はい、盗塁失敗、やっちまったー。あー、もう最悪だ、ガタガタだ。完全挟まれてまーす。終わりはいつ迎えるんだ、これ。なんとか今粘ってるよ。いや、戻れるかもしれん。下手したら次の塁に行けるかもしれんぞ、これで。怖い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 。このゲーム怖い。どうだ、戻れるか。アウトだー。もう村田にダイソー出した意味ね。なんか嫌なことが始まりそうなイニングだね。とりあえず先ほど言った通り、サードに岩村、セカンドに片岡という起用法でいきましょう。
非常に雑なイニングだったわ。で、岩熊まだいけるんで、とりあえずは、まあ、制限が来るまで投げてみよう。変に変えることで、打たれるってこともあるからねって言ってるそばから打たれたけど、川崎ビッグプレイ！ムーネリンリンだね。最高、センキュー！これ中島にはできなかった系統だわ。素晴らしい。さあ、3回目のバッターボックス。初球は、ただ危ない打球だったね。ああ、またショートと、ショート狙い撃ち。だが残念、ここにはムネリンがいる。うわと。前世紀の川崎だからね、守備もかなりうまいよ。7回三者凡退、3人でいけるか。今のところはいけてる、あと1人。はい、豪快に振ってきました。次が落ちるボール空振りになります。2ストライク、あと1つ。次が4球目。あぶねえ、ご自慢のフォーク打ってきやがった。危険なバッターだわ。はい、三振、イエス。岩熊これで出番終了だ。もう十分です。球数制限もあと5球で終わりだしね。次のイニングが別のピッチャーで行く前に、まずはそんなことよりも点を取ることを考えないと。次また相手1、2番から、1番くらいから始まるところだからね。青木出塁。どうだ、抜けてくね。よーし、青木出塁ゲットだぜ。このイニング、いきます。やっちゃいます。今日、内川にはまだヒットが出てないのかな。さあ、最初の1球。うわっどうした、どうした、前の内川どこ行ったんだよ、前回の内川よ。逆に稲葉が当たってるからね。まずは見送りました。ボールカウントノー、ボール球手出しまくってるんだな。ここも打ってライト前に落ち、ないのかい。戻れ。おっぶねー、何ファインプレーかましとんねん。落ちてくれよ、ふざけんなマジで。何から持ってくるか。あーダメだ、ボール手出しちゃってる。一人ランナー出て凡退を繰り返す、進塁打すらも打てない、最悪だね。いや、岩熊もうお疲れ様ですよ、よくやってくれた。さてと、ここから調子のいい選手でいかないとね。杉内でいってみよう。うん、絶好調。今日も先発杉内にするかどうか迷ったんだけどね、まあ、ちょっとなんか怖いのでやめましたけど、とにかく絶好調。ただね、このリリースが難しいんだよな、これ。タイミングがね、他のピッチャーとちょっと違うんだよ。タイミングがクソ難しい。ベストピッチじゃないと打たれるからね。うわ、ちょ、怖いな、これ。ベストピッチ、行ってないよ、あまり。よしよし。うわ、マジか、それ見送られるか。あ、あ、村田弾いて、川崎取って投げて、あー、やばい、一人出た。これホームラー見れば想像したくはないけど、欲しいな、ゲッツだ。よしよし、ゲッツ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 ファストファスト、もうセカンド片岡がなんか意味不明な行動しとったけど、気にすんなよ。なんか奥で暴れてたね、蝶々が舞うように。バタバタしとったけどね、気にすんじゃねえ。見なかったことにしろ。せせせせせ、ショート川崎取って、アウト。怖かった、今の。本当に何かが始まりそうな予感がしたけどね、あくまでも予感で終わったわ。さて、9回の表、あと3つアウト取る前にこっちも点を取る。メキシコを破るぞ、カモン。あ、ボール球手出してアウト。セカンドゴロに終わり、この回はワンアウトになっています。初球はどうか。ここもクソみたいな球手出してアウト。もう点入らんな。あのホームランで全部今日の攻撃力を使っちまった。うん、もうこうなると無理だ。最後片岡のホームラン狙ってみよう。
結構意外性のある選手だからね。そこで打つ的なホームラン結構見てきたよ。巨人に来てそういうホームランが増えたような気がする。おっと上がっただけか。観客全員座ってるわ。スポーツ観戦の見方間違ってるよ。もっと盛り上がれよ。ほら来たよ謎の長打力。そのままあースタンドインではないかな。トゥーエストゥーエストゥーエス。ほら来た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 。片岡の出塁。こういうとこで打つんだよ。で城島完全足引っ張ってるね。ウェイス来たー。足引っ張ってるなんか言ってごめんね。はい完璧なホームランだ。今日の得点全部ホームランでの得点。完璧すぎる。勝利を決定づける1点だね。イエッサー5得点目。さてこれ最後イチロー回ってきた。イチローもちょっとホームラン狙いでいってみようかな。この男もそろそろ火つかないとまずいっしょ。このまま決勝入ったらやばいよ。打てたろ今の1球。ダメだね。引っ掛けたとかそういう問題じゃねえよ。なんだこのクソみたいな凡退。もういいわ。さて最終回誰行こうかな。ここまで使ったことないピッチャー行こうかな。点差も空いてる場面ですし、個人的にはこの藤川を使ってみたい。調子が悪いんでちょっと使うの今まで避けてたんだけどね。藤川で行くわ。これ全盛期の藤川刑事ですから。火の玉ストレートやばいよ。行こう。イエスイエスイエスナイス。この球なら 100% 打たれない。全盛期だったら間違いなくメジャーリーグで通用してたと言われる人だからね。まあ、言ったのがね全盛期ではなかったからね。いい結果出なかったが片岡取ってビッグプレイナイス。打撃で見せ守備でも見せるか。納得するかしないと思うが、いいプレーが出てるぞ。ただいきなりいい打球打たれてる。全盛期でも通用するって言ったけど嘘だね。ボロクソに打たれてんじゃねえかよ。全然通用してない。ストレートだけじゃ国際試合そしてメジャーリーグでは通用しないね。変化球も混ぜていかないと。よし、ほんでこの日の球ストレート全盛期じゃ。打てるもんなら打ってみな。浮き上がるんや。ここも抜けて1、2塁か。何してる4点差で何してる。こんなプレッシャーのない場面で打たれる。どこで使えばいい今後ね。使うとこないよ。ね、藤波みたいになっちゃうよ。第4回大会のね。コントロール悪すぎて使えない。通用しなさすぎて使えないっていうね。阪神の選手あまり使えないな、こうなると。はい、ビッグプレイ川崎やべえ。何度見せるんだ、この男。マジでショート早い段階で守備固め送っててよかったね。中島なら絶対取れてないんだよ。マジで今日俺起用法も冴えてるわ。中島だったら負けてたかもしれない。これ逆転もあったよ。で最後の1球。ちょっと待って何してる何してる何してる。お前これで満塁ホームランとか出たら終わりじゃん。何してる。バラハス最後のバッターバラハス。オッケー。もうこれでおしまいだからね。もうやらないよ。勘弁してくれよ。よしよしよし。早く終わって。よしよし。で、ガチ取って。あー、うっともう、本当に最後までドキドキさせるね。5対1、一度敗れたメキシコに無事勝利。これで日本は第2次ラウンド、この2次ラウンドも、1位通過でいけるんだね。はい。今日の5点は全てホームランでの得点。これまでになかった展開だね。うん。これまではどっちかといえば、繋げて打つっていうのが多かったんだけどね。ホームラン打つシーンもそんな大事な場面でのホームランっていうのもなかったしね。ただ、今日は違った。大事な場面で打つことができたよ。岩熊の完璧なピッチングもそうだが、打つ方でもね、良かったので。勝てて当然でしょう。うん。で、1位で通過。ただ、メキシコも通過になるはずですからね。うん。おめでとうございます。第2ラウンドを1位通過が決まりました。第2ラウンドで登板制限かかっていた投手は次のラウンドから再び使用可能になります。なので、松坂とかね、岩熊とかまた使えるようになりますから。え？
準決勝はプエルトリコとの対決となりました。最終決戦に挑むのは果たして、うわプエルトリコか、因縁の相手だね。まあこの第2回大会ではそんな因縁でもなんでもないけどもね、はい、なのでこれアメリカが、プール2を1位通過で通過したということですね。プエルトリコが負けたので、日本との対決になるわけだ。いやでもプエルトリコといえばさ、あれいるんじゃないこれ、チームのちょっと確認するっていくと、プエルトリコね、キャッチャーのモリーナとか、あいるね、モリーナ参加してるわ。はあ、肩力 S の20マックスだよ。このモリーナがいる。そうプエルトリコ、日本はいろいろとやられてるからね。第3回このモリーナに敗れたと言ってもいいかもしれない。第4回でもね、まあ、プエルトリカはアメリカに敗れましたけども、いい戦いはしてましたからね、間違いなく強いチームですよ。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回はまた舞台が変わりですね、ファイナルラウンドに入りました。もうこれ負ければ終わり。今までは敗者復活があったからここまで来れましたよ。日本のね、記録を見ていきましょう。戦いの記録をね、ほら見てください。まず1ラウン、1次ラウンドでは、日本、中国に勝ち、ましたが、その後の韓国には、韓国にも勝ったんだね。韓国にも勝ちましたけども、その後のこの韓国戦ですね、負けて、2位通過で2次ラウンドに行き、そして2次ラウンドでは、早々とメキシコに敗れてしまい、そして敗者復活もあってね、そこでまた韓国を破り、キューバを破り、今回メキシコを破ってからこの舞台に立つことができたわけですから、負けてるシーンっていうのも結構ありますからね。ただここではもう負けちゃダメ、負けたら終わり、泣きますよということになりますから、勝つ勝つ勝つ回収、その気持ちだけで次回プエルトリコを破り決勝に行きたいと思います。お楽しみに。グググググバイ、またを。